る払ったるから飲まないか佐藤アナの大好きゴールデンウィークスペシャル、イエーイ、来たぜ。海の中道でございます。ネモフィラです。海の中道って言ったらこれよね、この時期。そうですね、ネモフィラ。そうそうそう、来ちゃいましたね。来たよ。でもさ、ちょっと行ってもいいですか、うん、海の中道ですって言われてさ、集合場所間違えてさ40分ぐらい歩いたよね。だって地元局なのにさ、道わからんって致命的すぎない？ちょっと関係者口を間違えるっていうね。そうなの。まあね、ネモフィラ見ながら酒飲むのが一番いいんだよね。前回ね、あの舞鶴公園でお花見して。そうね、まあ第2弾っちゃ第2弾なんですかね。花好きなんですか、佐藤さんって。お花、女性は特にお花もらって嬉しいっていう方が多いと思うけど、私困っちゃうタイプなのよ。なんか前花、お花いただいたことがあって、嬉しいんだよ、ほんと嬉しいんだけど、花瓶ないからさ、やーべ、どうしようって考えて、あの冷蔵庫にあった地ビール飲んで瓶ビールで花瓶にしたもんね。異常ですよ、あなた。え、なんで？そうだよ、お花が。え、意外と映えるよ。ここほんとすごいっすね。ね、ここさ、もう中継スポットだよね。ね、映えスポットだからさ、見てほら、お花すごくない？これこの時期ならではなのよ、ネモフィラ。だいたいね、情報番組とかでも中継しがち。めちゃめちゃ飲んでるやん。じゃあちょっと触れ合っていただいて。え、お花と触れ合うって どうすればよろしいんでしょうか。いや、嗅げばいいのか、お花をめでる、はい、めでるってどうするの。佐藤さんなりの、佐藤さんなりのお花との距離感を。わあ、モデルさんみたい。あ、本当、うん、よかった。よかったー。よっこらせと。シートとかさ。こんな入り口で飲む。え？なんかちょっと、なんかちょっと歩いてみるとかないですか？だ、40分歩いたから嫌じゃん、もう。歩きたくないよ。マリンワールド来ました。海の中道と言ったらマリンワールドでしょ。大好きにしては珍しく、うん、なんかほのぼの。まあいいじゃないですか、ね、こういうの。失礼します。わーい。これ今回は自由に遊んでいいよって。え、本当に担当の方が。マジで、うん、自由に。なんかあの、てっきり担当者がついて、ここ行ってください、あそこ行ってくださいみたいな感じかと思いきや、うん、もう、まあ、自由に。本当に大丈夫、大好きで。ちゃんと説明したの。した上で一応。本当、うん、ありがとうございます、海の中道さん。本当に私も中継お世話になりまして。ちょっとさ、ビールない？お酒は？入ったばっかなんで、まずお魚見ましょうよ。なんでガソリン注入するでしょ。いや、水族館っすよ。行こう、飲もうよ。なんかさっきね、お話聞いたの。そしたら、レストランで買ったビールはイルカショーの場所のみ持ち込めるんだって。だから、飲めるって言われた。いや、もう水族館入ってまっすぐレストラン行く人いないでしょ。え、はーい。あれ、なんかあともう少しでイルカ足回収始まるよ。あ、ちょっと待って。あれ、もうすぐ始まるじゃん、イルカ足回収。あと3分しかない。やべ、急いで買いましょう。酒あるって言って、あ、え、待って待って、キリーマリンサワーがあるよ、レモンサワー。マリンサワー？でも気になるっすね。マリンサワー行こっか。行こう。塩めっちゃ泳いでます。え、ほんとだ。あらー、イルカさんじゃない。なイルカさん、あ、来たよ。あー、全然見てくれない。こんな場所あったんですね。ねえ、びっくり。え、ゼリーとかあるよ。あ、マリンサワーお願いします。階段使うと。見なきゃ。足かやってます。足か。アリちゃんでーす。
てか賢い、頭がいい。なんでわいできないよそんなことねえ、できないよ。ピアで一緒になんかちょっと息合わせて回ったりとかできないよ。なんか今回のショーからいろんなものを学ばされました。そうね、やっぱあの一社会人としていろんなことを学んだね。実は現代人に一番必要なんじゃないかな現代人、今のね組織に必要かもね。なんかこう連携とかさ、やっぱ大事じゃん。ほうれん草ってすごい言われるけど、やっぱこのイルカショーを見て報告連絡相談しっかりしなきゃいけないなって学んだね。すぐ魚もらえてお寿司、え、ワイもさ、なんかやったらさ、お寿司一貫くれるとかないのないの。イルカに憧れて、ってイエーイって。情けなさすぎる。なんで情けなさすぎる。イルカ方式取り入れようよよくない。じゃあもうちょい働いてもらう大好き。もういい加減飲もうもうそろそろじゃないと思って用意していただいたんです、バーベキュー。こちらこちら、はい、ドーン。あら、なに、お野菜、うわ、お肉、やば、おしゃれですね。ね、いいね、このさ、眺めもいいのよ。海も見えるしさ、そこに池もあるしさ、めっちゃいいロケーションじゃないですか。もう猫、なに、鳥、セミもう泣いてるしさ。鳥ではない、鳥なわけない、鳥じゃない、なんか虫も泣いてるしさ緑もあれば海もあるっていう、このロケーションに似合いますよね。ね、確かに合うね、うん、楽しめそうよね、バーベキュー。生お願いします。はい、と言ってた、あの瓶ビールだけでいいですか瓶ビール構わないですよ、もう生飲めればいいんです。酒をください。お願いします。はい、ガソリンを注入させてくださいはい、ジューン。なんだこれ、え、すごいね。あ、いい匂いする。すいません、来てます。 ありがとうございます。黒ラベル美味しいね、黒ラベル、ありがとうございます。昼から飲み、乾杯。イエーイ。ああ、これ進むねいいね、あのちょうどさ風の方向でさこっちに来るのよああ、これ飲めるよ外で飲むビールうめえよな。遠くで担当の方がちょっと引いてます。そう。すみませんね、こんな感じなんでしょう。いいと思います。ありがとうございます。優しい、海の中道の皆さん優しいです。楽しく撮りましょう。撮り行こう撮り。これの美味しそう。じゃあ見てー、すごーい。お隣失礼します。はい。じゃーん。あ、いい感じ。あ、うまそうこれ。天気ですね。ねえ、よかったね、天気良くて。雨とかだったらどうしようと思った今日。晴れ女ですか。わーい、わーし、雨多いよ比較的でも人生雨って詳しいこと言わんといて雨の力かな。晴れるんですね。うん、晴れるよ。メンタルって大事やからね、やっぱ上げ上げていかんと。イエーイ。この前皐月賞だったんですけど、そう書けました。うん、書けたよ。どうでした。あのね、当たった。当たりました。うん、7番人気2着コスモケランダっていう馬さん。7番来たんすね。うん。これいくらぐらい買ったんですか。プライ1万ぐらいかな。でも副賞だったから頭に来てたら多分10万ぐらい戻ってきてた、私の書け方的に。うわ、
肉汁も垂れてるよこれ。うまい。めっちゃうま。口ん？口だいぶ汚れてます。本当サービス。誰向けの？仕方ないで、これ汚れるのも楽しいのよ。醍醐味よ。バケモン。バケモン。バケモンだよ。いや、ビール飲みたいけど手が汚れている。こんなことになるけど、それぐらい美味しいの。生きててよかった。ああ、開演しました。これ瓶なんかいつの間にか、多分2瓶ぐらい飲むんじゃない。もうね、序の口なんかも。めんめんみたいな、コテメンみたいな。剣道で言うとコテメンみたいな感じ。剣道で例えたんですか。剣道部やったから。あ、初段持ってるよこう見えて。初耳。初耳っしょ。コテメンみたいな感じのテンポでビール、ビールは進む。あ、そうそう。でもね、今日バーベキューするからさ、持ってきたんよ。持ってきた。うん、え？米。嘘でしょ。米。米。え？肉には米でしょ。なんでちょっとなんか潰れてるし。なんだよ、せんべいみたいな。いや食うんかい。ほんで肉と一緒食わな。うまん。いや持参した米食う女子なんあんのよ。で肉いって。難しいよ。難しいよ。堪能した。いいね。外でさ、飲んで食べるってよくない？いいですね。うん、もういい締めになりましたね。なんてた？いや、いい締めになりましたね。2軒目いけるよ。だいぶ回りましたよ。いいじゃん。結構回っ。だってまださ、火落ちてないからいけるっしょ。しかもバーベキューだから結構旺盛に行っちゃったんで、もう結構お金も使っちゃいましたし。で、どうお金満さん。まあでもね、あの佐藤さんが皐月賞勝たれたということで。いいじゃん。本当に？いいの？オッケー。あれだ、自腹ですよ。いいよ、あのちょっとは払えるよ。あ、当たったから。ちょっとは払えるよ。いいか？なんか前下関で焼肉を送ってもらったじゃない、うん、その時にすげえコメントでなんか男気あるかっこいいみたいな、うん、コメントすごい多かったの、うん、払えってことだよねそれ。ね、遠回しで言ってるんですよね。かっこいいんだもん。かっこいいな佐藤さん。かっこいい姉さん。あ、姉さん佐藤姉さん払ったる。払ったるから飲まないか。絞りながら絞りながら、え、だいぶ絞って、え、何これ。あー